本日はこちらのシェルフレークを使ってステンドグラスネイルを作ってみたいと思います。それではどうぞ。はい、では本日はこちらのブルーとグリーンと白のホワイトのシェルを使ってステンドグラスネイルを作っていきたいと思います。ではまず人差し指にベースを塗ります。こちらの上にシェルを乗せていきます。大きすぎるシェルは割りながら使っていきます。はい、ではこんな感じでライトに入れます。はい、ではベースを塗ります。ではこちらの上にシルバーの箔をのせていきます。シェルとシェルの間にのせていきます。こんな感じに箔が乗りました。こちらをライトに入れます。はい、では一旦トップコートを塗ります。シェルのボコボコを埋めていきます。ここから見てボコボコしている部分はシェルを垂らしてなだらかにしていきます。はい、ではライトに入れます。はい、ではこちら未硬化ジェルを一旦拭き取ります。では次に使うのがこちらの白いジェルを使っていきます。今回はこちらの鬼ライナーを使っていきます。使う筆はこういった細い筆を使います。ではこちらでシェルと箔を囲んでいきます。はい、こんな感じでライトに入れます。はい、ではこちらをトップコートで仕上げていきます。
ライトに入れます。はい、ではこちら人差し指の完成です。次に薬指にも同じくステンドグラスを作っていきます。はい、ではベースを塗ります。ではこちらの上にシェルをのせます。ではこんな感じでライトに入れていきます。はい、ではベースを塗っていきます。ではこちらの上にシルバーの箔をのせていきます。はい、ではこちらをライトに入れます。はい、ではトップコートでシェルを埋めていきます。はい、ではライトに入れます。はい、では一旦未硬化ジェルを拭き取ります。先ほど言い忘れてしまったんですけれども、触ってみて飛び出ているシェルがある場合、ファイルで削ってなだらかにしていきます。あまり削りすぎてしまうとなくなってしまうので軽く削ります。はい、ではダストを拭き取ります。ではこちらの上に白のジェルで線を描いていきます。ではライトに入れます。はい、ではトップコートを塗ります。はい、ライトに入れます。はい、こちらで薬指の完成です。では他の指はフレンチネイルを作っていきます。ではライトに入れます。はい、では二度塗りしていきます。はい、ではライトに入れます。はい、ではベースを塗ります。
ではストーンをつけていきます。はい、ではライトに入れます。はい、では今回はこちらのキャンジェルのノーワイプトップジェルで仕上げていきます。はい、ではライトに入れます。はい、こちらでシェルシートを使ったステンドグラスネイルの完成です。本日も最後までご視聴ありがとうございました。